はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。カニにホタテにイクラと、以前動画で魚介類の代替品を紹介しました。今回は高級食材と言われるフカヒレの代替品が届いたので、どれだけ本物に近いか食べてみます。それでは早速やっていきましょう。今日はこちらの人工フカヒレを用意しました。このパッケージがシンプルすぎてちょっと冷たい感じで怖いですね。でもフカヒレだと騙して買わせる気など全くなく、潔がいいです。そもそもフカヒレとはサメのヒレを乾燥させたもので、高級食材として有名ですよね。その理由はフカヒレとして食される部分がサメ全体の約 0.5% から 1% と言われていて、さらにそのヒレから皮や肉、骨などを取り除き、繊維の部分を手間暇かけて取り出すため、必然的に量が少ないからだそうです。以前動画でも本物のフカヒレは紹介していますが、下処理とかが結構めんどくさいです。まずは中身を見ていきましょう。春サメのような見た目と食感でワシャワシャと触っていると泡立ってきました。痒いところないですか？金髪をシャンプーしているみたいで美容師気分です。今回はこの人工フカヒレを使って人工フカヒレ肉まんを作っていきます。まずは流水につけて1時間放置しておきます。その間に肉まんの生地を作っていきます。ボウルに薄力粉、強力粉、砂糖、塩、ドライイースト、ベーキングパウダーを入れかき混ぜ、水を加えながら手でこねていきます。ある程度まとまったらラップをして一時発酵させます。続いて具材となるネギ、生姜、タケノコ、干し椎茸などを細かくします。ボウルに豚ひき肉と先ほど切った具材を投入し、醤油、オイスターソース、ごま油、酒、塩コショウを入れて手でこねます。はい、これでも美味しいやつです。匂いで美味しいの確定です。炒めてご飯にかけてかき込みたいです。次に1時間置いた人工フカヒレがこちらです。一度お湯で茹でたらザルにあげて、流水で流したら水気を切ります。これを肉種に混ぜ合わせておきます。生地に戻ります。生地を8等分に分けたら丸めて、濡れた布巾をかけて二次発酵で15分置きます。まな板の上に薄力粉を軽く塗り、その上で生地を薄く伸ばしていきます。そこに具材を詰めて口を閉じたら、蒸し器に乗せて10分くらい置いて3次発酵します。一気に肉まんに近づきました。発酵が終わったらこれを蒸し器で20分ほど蒸したら完成です。見てください、これがブチャマンです。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は伊達政宗ビールを飲んでみます。このタイプの缶でビールって珍しいですよね。パッと見たら普通の炭酸飲料かと勘違いしそうです。今日の人工フカヒレといい、ラベルの潔さが好きです。伊達政宗は皆さんご存知、仙台を中心に62万石の大半を築いた戦国武将です。人気武将ランキングでも上位ですね。中身は白ビールのバイゼンで優しい味わいですが、フルーツの酸味を感じますね。ほとんど癖もなく、まったりと飲みやすいビールです。それではまずはそのまま人工フカヒレ食べてみます。味はほとんどしません。食感はツルツルパツパツとしていて、ほぼ春雨です。ポン酢をかけてみるとよくあって美味しいです。サラダとかに良さそうです。続いてブチャマンです。見てわかるように具沢山でテンション上がります。初めて肉まん作りましたが、思ったよりうまくできたので、今後特技肉まん作りと言えるようにさらに練習していきます。最近はあまり食べなくなりましたが、昔は北関東を中心にあったコンビニのセーブオンの肉まんが好きでした。食感は程よい弾力がフカヒレに近いです。こうやって料理に加えられて味付けがされるとフカヒレと思ってしまいそうです。この人工フカヒレがあることで高級感がプラスされます。肉だけでなく、このフカヒレの食感が加わることで食べていて食感が飽きません。餃子もシューマイも肉まんも具材が好きなので、具材が少ない時ってがっかりしますよね。自分で作るとたっぷり入れられるのもいいですね。スープにちょっと加えて雰囲気出すのもいいかもしれません。フカヒレ自体そこまで味のあるものではないので、こうやった代替品で食感を楽しむのはいいかもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。人工フカヒレいかがでしたか？他にも人工的な何かあればぜひ教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。 Twitter、Instagram、Facebook などでも塩やタレの販売の情報やお店の情報を発信しているので、よかったらフォローよろしくお願いします。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価
よろしくお願いします。うん。